今回はゆるキャンでも行っていた高ぼっちにキャンプに行きます。まあ一回だけ見に行ったことあるんですけど、山でしたね。遠嶺峠というところの頂上でなります。で、いつもだったらもうちょっとしたところを右に曲がっていくんですが、今年のあの災害のねあれで通れないみたいなんで、まあ、ちょうどここですね。ここは曲がれないっぽいんで、奥のあの崖の湯っていう方からね、塩尻の方ですね、こちらから行きます。あの崖の湯はあのりんちゃんが行った場所ですね。やってなかったとこでしたっけ。今日はまあ12月ってこともありめちゃくちゃ寒いですね。夜はですね、多分今は寒くないです。一応結構暖房装備持ってきたんでいけると思いますが、夜ご飯は何にしようかまだ決めてませんが、楽しんでいきたいと思います。こちらを曲がっていきます。まあこっちの道からは初めて行くんですがね。よくっていうね、新しい、多分いねえらねえ、キャンプ場で生が聞く。うめえ。ちょっと臭いかも。でもいやでもしょうがねえな、こういうの。まあね、さっきからさ、なんでまたこっち来るで避難したい見ねえじゃんな。てかワンちゃん焼けばよかったんじゃねっていう説もある。これ？そう。でもうめえ。最初うまいね。ああ。後々来るし。ああ。貝殻付きよかったなね。開けんのめんどくせえけど。うまっ。カキうまっ、最高じゃん、まさこんなやり方があったキャンプこれ家で食えた。塩はもうやんな。竹で飲み物買ってこい。味半けで1個。いや、タコうまそうだね、マサ。うん、足冷たくね。俺で全然大丈夫。あ、防寒か。でもこれも一応ただの用の防寒なんだよ。あ、つま先踏んでいいの、マサ。岩が折ってきてもいいよな。本当に安全靴。アメリカから輸入したんだから。5万だか、いくらだかだけど。オッケー。結構高かったね。
マウンテンブーツとか。そう。で、これでバイクも行けるかなと思ったら、うん、ここ鉄じゃんね、熱いじゃん、うん、入んなかったからね、ギアに。あ、そういうこともあるのか。こんな感じでいいよ。あざす。どうしようか、一回ここ行って。あ、まあそのゴミ袋入れつけたけど、まあ後でつけないよ。俺の方来た、煙。花火上がってね、また。多分上がってるよ。あっちだよ。そう、あっちか。まあ、行くか。2000発だっけ。うん。15分くらい一緒ですね。うん、1時間ですよ。そのやんの、うん、今何時？あと見に行く？どうしよう。わかる、そんな気持ち。地元民からするとどうでもいいよね。正直ね。花火かーって。まあ、俺も薪を買わないと終わりだな。まあ明日はもうさ。俺のも逆に凝ってるわ。ヤエスロンドじゃねえって。ヤエスロンドじゃないね。でも山さん、人としてはどうかと思うけど、動物としてはいいと思うよ。まあね。野宿。てかちゃんとつくんだね、これもこいつまだ。あ、ねえ。消えると思ってたんだけど。冷てぇだかな。あ、冷てぇわ、でも。もう全然もう、本来使えない温度でしょ、これ。ねえ。いかください。いか結構うまいよ。醤油かけた？かけた。そのうち凍るぞ。そうなんだよね、マジで凍りそう。あ、うま。買って正解だね、これ。うん。山さん、はい、やった？いや、まだ見てない。見てねえのかい。すごく寒くね、山さん。私の手が冷たくね。
手出しちゃうとやばくね。すごいガスってるな。山さん、ダミーの靴がやばいことになっていう。これダミーもクソもねえよな。やべえぜ、山さんこれ。ポケットは？系は中したら落としてで。最後飲んでるんだよ、多分当てになるんだよね、やっぱ当てになるんだよ。これが3本だったね。次はうまく甘くね、超寒くね。サンゴじゃねえな、これサンゴじゃねえ。小学校とかな、朝の真冬の通学の時で思い出すよな。わかる？歩いてる時ね。わかるっしょ。わかるよ。俺も手袋持ってきやがった。運転つくときだといい。ん？ああ、そう、全体あるわ。世代、絶対反応するよ。あ、まあ、そういうの。じゃあ、カップラーメン、上手して寝るか。うん。弁当がだいぶ混んでたけど。うん。みんな腹下してる。寒くて。